ヤギウトシヨシは、江戸時代初期の剣術家。山和国出身の武士。父は、ヤギウムネトシの長男、ヤギウトシカツ。妻に島政教の娘の玉。通称は、平助、兵吾助、茂るさえ門の。署名は、長元。郷は、常雲斎、四、友子寺など。いよかみ。祖父、石州斎の訓導を受けて、剣術の奥義に達し。 あタボうンより新刀流宗術、穴沢流なぎなた術を学んで開伝を授かる。はじめ肥後熊本の加藤清正に仕えたが致死し、後に、尾張徳川家に仕えた。尾張藩では、藩主、徳川義直に、剣術、宗術、超刀術を送伝するなど、五流儀としての新陰流の地位を確立し、現代まで新陰流を伝える尾張八義家の礎を築いた。 天正七年、山和国屋牛賞において、野牛都市勝の次男として誕生する。父の都市勝は、領主、野牛宗都市の長男で、若年時から戦場に出て、赤州祭を支えたが、重傷を受けて、体に障害が残り、都市吉誕生時はすでに隠居していたという。そのため都市吉は、幼少期から、祖父の膝元で育ち、兄、旧三郎や叔父の胸則。り、 宗明らとと共に祖父の剣を学んだとされる。やがて太公剣地で隠し田が発覚したことで、野牛家は累代の所領が没収され、兄とおじたちは竹に仕えて野牛省を離れたが、若年の年吉は弟、剣江門と共に野牛省に残った。慶長2年兄久三郎が朝鮮ウルさんで戦死し、宗都市の着孫村となる。22歳となった。 慶長5年には、関ヶ原の役があり、叔父宗典のりの活躍によって所領が取り戻されるが、そのまま関州祭は年吉を手元から話すことを許さず、修行に専念させていたと伝わる。慶長8年、年吉24歳の時に、加藤清正の懇願により、500国をもって熊本藩に仕官する。当初祖父、関州祭は、 年吉の気象を暗示て手元から話すのを渋っていたが、清政からの再三の要請を受けて、平介義は、ことの他なる一徹の誕領物にござれば、たとえ、以下用の義をしでかしそうろうとも、三度まで、死罪の義は固くお許し願いたいとの申し出とともに、了承し、新陰流氷法目六時と国与を示した、和歌二種を授けて、年吉を送り出したという。しかし、熊本藩では、 出資後一年足らずで同僚と争った末に、これを切ったことで、退店して、老人となる。同僚との争いの原因について、年吉の子孫である、尾張柳生家では、苦伝として、当時領内で起こった、百姓一揆において、鎮圧に手間取っていた、伊藤長戸森光圏の公認として年吉が、派遣されたところ、総攻撃を主張する年吉に対して、長戸守が反対したために、 これを切り捨てたとする話を伝えている。長戸守を切った年吉はそのまま一騎勢に総攻撃を仕掛けて鎮圧し、清正に死災を報告すると即日退典したという。この田尾張柳塾家には、熊本藩では、内実は三千国をもって、客分大将として偶されていたという区伝もあるとも、言うが、後に加藤家が海域となったたこともあって、 熊本時代の記録は残っておらず、いずれも真相は定かではない。加藤家を退いてからの動向について、尾張柳生家では、その大部分を武者修行として、諸国遍歴に費やし、京都を中心に近畿、中国、北陸路あたりを巡ったという区伝が伝わっている。一方、尾張藩に伝わる資料をもとに編纂された、名古屋市市では、不祖存命のうちは故郷である。 野牛賞に陰遁していたともあり、また福島正則から2000国で召し抱えたいとの申し出があったが、清正の求音を理由に応じなかったという話も伝える。加藤家を致死した翌年の慶長9年、石州祭から開伝の因果を授かり、さらにその翌年には石州祭自筆の目録、没字ア自主段区伝書に大立ち一振りと、竜祖、 上泉の仏から石州祭に与えられた状、因果上目録の一切を合わせて授与される。慶長十一年、祖父、石州祭が死去。尾張柳生家に伝わる区伝では、家徳と先祖代々の本領を二千国は、年吉の父、年勝が相続し、年吉には、父から、給料の神戸の賞を中心に五百国余りが譲られたため、その収入をもとにして、 その後も友を引き連れて、裕福に、諸国巡遊の旅を続けることができたと伝えている。それに対し、徳川美希、関西重州諸家府では、赤州祭の後は叔父、宗のが継いだとされ、赤州祭が、死の7年前の慶長を4年時点で記した遺書でも、宗のに財産を与えるよう指示していることなどから、赤州祭の死後は宗のが家督を継ぎ、年吉は、 おじの庇護下にあったものと見る向きもある。その後、熊野に陰遁していた、標法家、あた坊庵を訪ねて、神道流僧術並びに、穴沢流なぎなた術を学び、慶長14年9月にそれぞれ開伝委員を受ける。この時坊庵は、自身が、死、穴沢清美から得た、委員状上も年吉に授与しているため、尾張八木受ではこれらを ただ受け一人の因果として、新流薙刀流なぎなた、槍一流の胸は、穴沢清美、頭坊安から第七世として、年吉に受け継がれたとしている。玄奈元年36歳の時、尾張藩御福家老、なるせ早戸世の推挙を受けて、徳川家康の子、吉直の兵法師範として五百国で使える。尾張り八義受けの伝承によると推挙を受けた家康は、 年吉を駿府に招聘して直々に対面した上で、吉直の師範となるよう要請したといい、これを受けて年吉は、江戸の田島とこと違い、諸役のご方向は、一切ご免ん公理、に、替え馬一頭も引ける身分ならでは、ご士官の義は固くご免ん公理と存じます。との条件を示し、家康はこれらを認めて、吉直の兵法師範としたという。終わり範に仕えて五年後の現那六年。 義しに、新加流の剣術及び新刀流の槍、なぎなたの因果を授与する。この時年吉は、自己一代の工夫公案書である、四十伏手書きの奥書きに因果を添え、自身が祖父と、死、傍案から受け継いだ、因果状、伝書、目録、大立ちの一切とともに、義しに新城した。また後に、流儀の後継者となる次男、玄宝が因果を相受ける際には、 吉直から送電を受ける形式を取らせたことで、流派の継承は代々終わり藩主と柳生家が協力のもとで行うことが慣例となり、終わり藩、五流儀としての新陰流の地位は不動のものとなった。慶安元年、70歳で隠居して、女雲祭と合し、隠居料300国を配慮する。家督は、次男の理法が継承し、藩主の死死、 三つ共の死難は三男の元宝が引き継いだ。隠居後は、京都の明神寺達中臨昇院に龍安と呼ぶ一、草安を建てて暮らし、同時の住職を務める霊峰和尚と信仰を深めた。霊峰和尚五六によると龍安での年吉は、千草万儀を愛し、いつも同棲の瓶に水をため、花を持って、川に置いていたという。隠居から二年経った、慶安三年、明神寺で死去。 去年72、遺体は晩年を過ごした、達中臨床院に葬られた。ありがとうございます。